アルフォンソ4世は、レオン王。オルドオニョ2世の子。別名、双王。父オルドオニョ2世が924年に死ぬと、レオン王位に就いたのは、息子の一人ではなく、アストリアス王であった叔父のフルエーラ2世であった。フルエーラは即位して1年後に休止しているため、王位継承の正確な状況は不明である。しかし、フルエーラ2世の子アルフォンソ・フロイラスが少なくとも、 王国の一部の王になった。オルドーニョニセイの子であるサンチョ、アルフォンソ、ラミロは正当な継承者であることを主張して反乱を起こした。パンプロナ王姫野の支援を受け、兄弟たちはアルフォンソ・フロイラスをアストリアストーブの辺境へ退け、残った領土を三兄弟で分割した。長兄であるサンチョはガリシア王国を継承し、アルフォンソがレオンを治めることとなった。 929年、ガリシアを治めていたサンチョが死に、アルフォンソがガリシア王位を継いだ。931年、日付は不明であるが、アルフォンソの日であるパンプローナ王女オネカが急死した。彼は、日の死を深く悲しみ、ポルトゥカーレを治めていた弟ラミロに、レオン王位を譲って退位した。アルフォンソは、サーに修道院に入った。年代記の伝えるところでは、アルフォンソは、 上位を後悔した。彼は932年春に、サーに修道院を出て、フルエーラ2世の息子たち、アルフォンソ・フロイラス兄弟と手を結んだ。当時、アブド・アル・ダフマーン3世軍に、包囲されていたトレドの救援のため、ラミロ2世はサモラで軍を集結させており、その隙を狙った。ラミロ2世は、アルフォンソの反乱を知ると、 トレドの包囲戦に参加している軍から文献隊を派遣し、レオンに向かわせ、アルフォンソの身柄を拘束させた。ラミロ二世は反乱軍を破り、監獄へ押し込めた。ラミロ二世はアストリアスへ向かい、アルフォンソを支援したアルフォンソ・フロイラスとその兄弟を捕らえた。直後、ラミロ二世は4人の目を潰すよう命じ、ルイ・フォルコ修道院へ移して、死ぬまで遊兵させた。 アルフォンソ4世は933年にルイ・フォルコ修道院で死去した。923年パンプローナ王女、オネカと結婚に死を設けた。ありがとうございます。